ゴルフを愛する人に対する本当冒涜ですよ。2023年下半期は企業の不祥事が相次いで発覚しました。7月にはビッグモーターの保険金不正請求問題が明るみに出ました。もうこんなことまでやるんかと、もう愕然としましたね。板金塗装部門単独で、他の経営陣は知らなかった。これは事実だと思います。金融庁がビッグモーター店舗に立ち入り検査を行い、損害保険会社が契約を取り消すなど大きな問題となりました。また日本大学ではアメリカンフットボール部の選手による大麻使用が発覚。私が発見をした際には、まあ、大麻であるというふうに鑑定をされた小さなビニール袋、まあ、いわゆるパフェと呼ばれているものでありますが廃部となりました。芸能界ではジャニーズ事務所の創業者故ジャニー喜多川氏の性加害問題をイギリスの国営放送 BBC が取り上げたことで問題に。ジャニー喜多川さんからの性加害を受けました。元所属タレントの相次ぐ告発が行われ、最終的にはジャニーズ事務所といたしましても、私藤島ジュリー景子個人といたしましても、ジャニー喜多川に性加害はあったと認識しております。ジャニーズ事務所は謝罪会見を行い、事実上解体、被害者に対する補償を行うスマイルアップ社と、タレントの育成マネジメントを行うスタートエンターテインメント社に分割し、再起を目指しています。年末には軽自動車のダイハツの安全装置における大規模な不正が顕在化し、来年以降も大きな影響が予想されます。